関口正春は株式会社ライターズオフィスに所属する日本の放送作家。東京都出身。元は芸能事務所アライバルの社員でトンネルズのマネージャーとして知られていた。ライターズオフィスのサイトによれば放送作家としての活動は2003年からトンネルズの皆さんのおかげですの大道具を経てマネージャーに転向お笑いコンビ。 トンネルズのマネージャーを15年以上務めていた。1990年代前半のトンネルズの皆さんのおかげですなどではエンディングトークでピッペン関口として X のウィークエンドをカラオケ熱唱したり美形マネージャーとしてアイドル的な扱いを受けその当時の話題性と同時期トンネルズがイデ光,光さんのイメージキャラクターであったことから特撮映画ウルトラマンゼアスで 主人公、朝日正人を演じたが、同年代後半のトンネルズの皆さんのおかげでした以降は、登場機会が減っていった。当時の番組初ユニット、野猿の人気に便乗し、強引にメンバーになろうとする、メンバーの暴露話をするなど、盛り上げ役に徹する場合が多かった。ありがとうございます。